どうもこんにちは。今日は3人ということでね、時間もないのでね、もうざっと行っていきます。3曲、はい。今年のね、あの5月にあの新しいアルバム、ウェイズっていうアルバムを出したんですけども、そのアルバムからね、3曲ほど聴いてください。まずはのブラックバカラっていうタイトルなんですけども、これはあのバラのね、花のことでね、黒のバラなんですね。で、黒はあの自然界じゃなくて、まあ、黒に近い深紅、深い、赤のバラのことをブラックローズとかブラックバカラって言われるんですけども、意味がね、私のものとかね、そういったね、ちょっと危ない、花言葉にあります。まずは聞いてください。